もうすぐスプラスリー来るね。別ゲーの話すんな。早くあのコウモリに色厳選させようぜ。ベルちゃん見当たんないのよね。どこ行ったのかしら。ちょっと電話してみるわね。着信音のくせ強くない？霊夢？何今忙しいんだけど。あんた今どこで何やってんのよ。私今リゾートにいるよ。あんた何サボってんのよ。撮影をしてんだから早く戻ってきなさいよ。いやちゃんと撮影してるけど12時間しかないから大変なんだよね。もしかしてスプラ前夜祭やってる？いいから早く戻ってこい。色粘りするぞ。帰ってきました。早く色粘りしろって。色粘りしないとこのチャンネルに勝ちなんてないぞ。それ味鋭すぎだろ。って何やんの？色明かしでもやる？今回は伝説の色粘りしようと思う。あ、今ランクマは金殿環境だしな。金殿人気だしいいんじゃねえかな。金殿のが数字取れるからね。私のオブラート返してほしい。新王地方に来ました。ダイヤドでやればいいのに。なんでわざわざハムパー？ダイヤドは忙しいからね。スプラやりながらやろうかなって。まだ未起用なのなんなの。ハムパーは4096分の1ね。シカオムつかねえからな。あれ確かダイヤドの方が確率低いわよね。あっちはシカオムつくしな。確か100分の1だったかな。マリサ、何もわかってないね。ダイヤドは一周めっちゃ長いんだよ。まあ巣穴にもよるけどね。片手間だとこんなもんか。だからそんなに変わらないんだよね。そもそも私すぐ光るからどっちでもいいし。今回めちゃめちゃ沼ればいいのに。レッグーザの手前でセーブ。あとはいつも通りだね。鳴き声のクセ強いわね。そういえばなんでレッグーザ？ベルちゃんルビサキッズだものね。きっと思い入れがあるんでしょう。なんかかっこいいからめちゃめちゃ薄い理由だった。1分でわかるレッグーザ。レッグーザは3世代で初登場した伝説のドラゴンだよ。海王ガとブラードンの争いを1匹で沈めたらしいよ。特性もその辺意識した感じよね。種族機は海王ガとブラードンより10高いよ。さすが調停者って感じだな。あとは海王ガと同じ特攻、ブラードンと同じ攻撃なんだよね。みんな大好き両頭型ね。素早さも2匹より高いしな。海王ガとブラードンに強く出れるなと思うじゃん。実際はスカーフ海王ガに上から冷凍ビームでワンパンされるし、ブラードンにも肩次第では負けるんだよね。海王ガのスカーフ多いわよね。スカーフじゃなくても大魔されたら無理だしな。生まれた時から禁止伝説最底辺とも手遊ばれ、鳴き声がキュウリだのなんだのとバカにされ続けたレッグーザさん。かわいそう。ここでやけくそ調整入ります。第6世代でメガ進化を習得。攻撃面が死ぬほど強化されたよ。全種族地100超えは圧巻だな。デルタストリームって天候無効に飛行弱点消すやつよね。氷4倍が消える感じか。この子の一番ヤバいのはメガ進化の条件が画用転生を覚えてることってこと。メガストーンがいらないんだよ。あとはタスキも足せたり火力アイテムも足せられるのね。確かにやけくそ調整だな。これでゴリゴリ不利だった海王がに抗えるようになった感じだね。あれでもこれって第7世代までの話よね。8世代ではどうすんの？うるさいな、ぶっ飛ばすよ。無理みたいですね。始まってしまいました。前回の鳳凰は7000ちょっとまで行ったものね。今回も沼ればいいのに。なんでそんなこと言うんだよ。ていうかこんなペースで SV までに全部光らせられんのか。そもそも全部光らせる気ないが。なんだこいつ。状態表したわね。あと3ヶ月もないのに終わるわけないだろうが。にしてももっとこうさ、誠意ってものがあるじゃない。諦めろ霊夢。こいつ何一つ企画終わらせてねえからな。あ、聞こえない聞こえない。9月からちょっと晩からこもるしね。ふざけんな、ちゃんと厳選してください。エルちゃんいたんだね。ずっといましたよ。ちょっとスプラ増えると思うけど、裏で色粘りもしてるから安心してほしいんだぜ。どうせ SV でがっつり戻ってくるわよ、このコウモリ。YouTuberなんてそんなもんだからな。ごめんに喧嘩売るな。数日後、黒いレッグーザ、やっぱかっこいいわね。野生のレッグーザは眠る覚えてるからめちゃめちゃだるいよ。火力あるから長引くときついわな。ゴジャボなんて捕獲率低いけど大丈夫なの？まあクリティカル出てたし。色違いレッグーザゲット。塩化数は2113でした。なんとも言えないわね。眠るか3桁いないかどっちかにしろ。別にいいだろ。やっと私の出番だ。そういえばこれ対戦会だったわね。光ったら終わり感あるよな。ごめんね。さーて久しぶりですね。またガシアンだ。相変わらずガシアンまみれらしいわね。ランクマはあの犬の対策必須だぞ。こんなは正してて大丈夫なんか。失礼な、ガシアンはカモですからね。とりあえずここの居住団耐えるじゃないですか。助け持ってるだけだよね。耐えれるみたいに言わないでよね。なんか超厳しくないです。でガムシャラ入れるじゃないですか。いつ見てもガムシャラ感ないわよね。これでも頑張ってるんですよ。あとはいたずら心で先生になる秘密の力を使えば健康結果やっていきましょうか。なかったことになんないよ。とりあえずガンガンレッグーザ使ってく。お相手はランドロスからね。先発だと起点作成か。こっちは門面から。どっちが起点作成力上か勝負しようじゃないか。有利な土俵で生きるな。お相手ステロ巻いてきたわね。助け枠門面ですからね。まあなんとかなります。とりあえずこっちはガムシャラ。この門面 C 以外振ってないからな。個体値もグズグズだもんな。満タンでもこんな入るのね。 HP 低いですからね。なんで誇らしげなの。あっつみ始めたわよ。これまずくねえか。これで大魔されると終わりです。血管構築じゃねえか。やることないからガムシャラ連打。お気に上げで退場した方が良かったのでは。私に高度なプレイング求めんな。なんだこの人。ここで殴りますみたいな雰囲気出します。これで次殴ってくれないかな。さすがにダイジェット来そうだけどな。セーフ。危なかったわね。まあ分かってたけどな。嘘つくな。これでガムシャラでがっつり削れますね。門面でもやればできるんですよ。ランドロスって先生技ないわよね。これは持ってけるわね。ここビルドアップ積まれてますし、お気に上げするよりはとっとと処理するの優先ですかね。まあ裏のポケモンにお気に上げ打てばね。どうすんだ、タイプ出てきたぞ。これは無理。
本日の主役、本当は門面の置き土産から入りたかった。そういえばどんな方なんです？今回は言う前で気持ちよくなる方です。なんでブラッキー相手に待ってんだ。イカ様見えてるし、そもそもどうせあくびあるわよね。あ、これあくびされてる。どうするんですかこれ。いや、まああくびならオッケー。イカ様撃たれたら終わってたけど、ここが両転生でいい感じに削ってくれれば。あ、まあ裏のネクロズマもブラッキーきついしな。ここで処理しないと面倒なのね。まあ対戦中そこまで考えてなかったけど、後付け実況ってすげー。レックーザはここで落ちちゃうね。あれ、本日の主役なんですよね。こんな時もあるよね。ちょっと苦しいわね。このネクロズマ A にちょっとしか食ってないんだけど、ブラッキー落とせるのかしら。意外といけたな。あとは裏次第ね。ラストは白バドレックスですね。お互い大マックスね。まあ切るしかないわな。白バドってネクロズマに有効があんのかな。一応10万馬力の採用率高いみたいだけど、このネクロズマ硬いものね。これは万に一つも負けはない。何回か打ち合った。さすがにタイプ相性がな。というかこれネクロズマが強い動画になってるわよ。次はいい感じにレックイと活躍させたいわね。次はちゃんとサポートするので任せてください。あ、またランドロスですか。初手ランド流行ってるのかしら。どうなんだろうな。いつも通り門面から行くよ。最近めちゃめちゃ疲れるんですよね。なんでなんでしょう。得体が知れない技だからね。やっぱがむしゃら見え見えなんじゃねえか。割と初手台増されたりするよな。ハピナスに引いたのワード結構入るぞこれ。いいダメージね。ハピナスで粘っても不毛なので置き土産で退場しちゃいます。殴られ待ちでもよくない。殴られ待ちって何。お疲れ門面、こっから苦戦にしていきたい。ハピナスは卵産みか。うん、やっぱ殴ってくれないわね。回復されちゃって大丈夫なんか。まあ大丈夫なんじゃない。適当だな。本日の主役レックーザさん、前たら強いんだぞ。裏のスカーフ海王が抜けますしね。火力もヤバいから止まらなくなるわね。お相手は卵産みれんだか。ここ電磁波だったらめんどくさかった。あとは台までゴリ押すだけね。レックーザタイプ1でダイジェット打てるのは偉いと思うの。余裕こいてるけどハピナス落とせるんか。まあ見とけって。10枚積んでれば B 突破、ハピナスすら各域だぜ。へぇ、やっぱ火力あるな。お相手はランドロスから来たわね。威嚇で A 下がるのちょっと嫌ですね。これで10枚分戻っちゃった。大マックってきたな。海王が見切られるとヤバかったけど、裏にいない感じかな。これは落とせなそうですね。威嚇なければいけそうなんだけどね。まあこんだけ削れば上等だろ。大ドラブーン打っといてよかったわ。レックーザ耐久はねえからな。まあ大魔してれば落とされることもねえが。あ、思ったより余裕あるわね。返しのダイジェットでランドは突破。ラストはゼクロムですね。これは助けでもない限り勝ちね。綺麗に3盾できたわ。対戦ありがとうございました。久々の色綿どうでした。今回は撮影めっちゃ楽だったわ。あんたトゲデマルの時発狂してたものね。次は金殿だらけの環境だな。大変だが頑張れよ。ちょっともう一般ポケモン厳しそうよな。別戦のトレーナーなら使えなくもないんだろうけど、あんたじゃ厳しいわね。また使うとしたら電ポケか幻だと思うから、おすすめいたらコメントで教えてください。もちろん色違いなんだよな。それはそうだろ。幻はちょっときついけども。幻はどれも難易度やばいものね。ほとんど過去作だしな。多分色出る前に SV 出るよね。何は露天ね。まあスプラもあるしね。どうせいつやるかわかんないでしょ。あんたレート1800とか一生いかねえだろこれ。あれ、そういえば今回どれくらいだったの。さすがにマスターボール級よね。さすがにマスボにはあげたよ。順位5桁だけども前より下がってて草。真面目にやれや。